大学にいた時に何かこう系統だって教えてもらったことは正直なかったので、我流ながらミラーテクニックでやってましたけども、それがこう一つ一つのこう意味を教えていただきながら、適切なポジションっていうのを教えていただいて、レストの位置も教えていただいてっていうところですごくためになりました。やっぱり左下6番ここのね、特に絶足の形成とかなかなかこう臨床でも難しいところなので、そこをまあちょっと練習をしようと思いました。科学の絶足近親のところですね、あそこの形成がやっぱりどうしても脳と見てることと全然リンクしてこないので、本当にちょっとした角度なんですよね。角度だったり持ち方だったりするんですけど、それによってうまくできたりできなかったりっていうのはすごくあると思いますね。やっぱりそこをとにかく帰って練習早くしたいなと思ってます。正直申し上げるとですね、受講代高いなって最初思ったんです。だけど通信教育の10回ですね、きちんとさせていただくことで、これはですねすごく価値があると、ものすごく価値があります。モチベーションがめちゃめちゃ高くなりました。